はい、皆さんどうもおはようございます。今日はねちょっと人が日曜日なんで多いので、静かにやらせていただきます。でまた H にちょっとね譲っていただいて入らせてもらったのでちょっと10分15分ぐらいやらせてもらって行こうかなと思います。濁り方はちょっとなんかグレーグリーンがかった濁りがちょっと増しました。下見えてないんで、おお、出た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 、やってくれやってくれ。いや結構あっちでも出たんですけどそこでも出ましたね。だから結構活性がこれから上がってくると思いますので、ちょっとやっていきたいと思います。で水温を見ていきますね。投げたいところを抑えて水温は 15.5 です。昨日より 0.5 度落ちました。さあさあさあ出るんでしょうか。ただ今日はね最初5時半に目覚まししてたんですけど起きたら7時20分でしたね。結構マジックにかかったような気分でしたね。メガドック行きます。メガドック人が多いんで隠しながら。僕じゃあ沖狙っちゃっていいですか。沖狙っちゃっていいですか。すいません映んない方がいいですよね。大丈夫ですか。前もだって言ってた。なんかあだ名あった方がいいですか。何さんって。マー君さん、マーさん、マーさんにちょっと今日は久しぶりにお会いしてポイントを譲っていただきました。ちょっと行かせていただきます。今日は変更いらないっすね、はっきり言って。このエリアしかちょっと今日は投げられなそうですね。それでもありがたいぐらいです。そして今日はあの持ってきたルアーがヘッドディップとこの白ペンシルとあとこのメガドックとあとヒュージペンシルですね、ちょっと昨日買わせていただいてなんとかね。でその4つ5つかそれしか持ってきないんでちょっと軽かったですね非常に。あのバッグは本当はスーパーサミー投げたいところなんですけどそこはあえて我慢しました。そこで H の雲に出てたんですけどちっちゃそうでしたけど、あとは沖の潮目がちょっと今日かなり遠いんでどうしようかな。メガドックでリベンジしたいところですけど早速ヘッドディップに行きたい気分ですね。ああどうしようか。ちょっと早めにやってみようか。ああゆっくり辿ってみます。ちょっと本当に大きくロングスケートで絶対ミスんないでくれって感じの。こんだけ人がいるところで食わしたらもう完璧ヒーローですねこれ。ビッグベイトで。ただやっぱりこの昨日一発出てくれたからかなり今は自信がねこのメガドックに対してあるんでいいですけど、結構ね食わせるとなるとなかなかやり続ける精神力が大事ですね。あとこう手が疲れてくるんですよね。なるべくこう無理のないような、力を抜いた感じでやれるアクションがやっぱ大事ですね。やり続けるにはもうまさにアバンストラッシュですね。アバンストラッシュ打つときと一緒な状態、もう一番疲れない状態で打つと、それがアバンストラッシュなんで、そこちょっとぽやっとしたんですね魚が。それと同じような感じで
やってあげるといいんですけど、こう巻くだけにするとか、あとこう直線的にして巻くとか、そうするとラインの、あの引っ張り強度が竿で吸収されないってことで、それも一つ勉強させてもらいましたよ。風がなくていいっすね今日。あとは普通にやれるんであればこう竿で、ね、パンパン弾くと。メガドックの場合潜んないんですけど、やっぱヘッドディップの場合は潜っちゃうんで、その辺ちょっとねルアーの特性を把握しておかないと、どっちがいいか、こういうのがいいか、こういう巻きでやるだけがいいか、竿の柔らかさを利用した巻きがいいのか、そうするとほらやっぱあんまり伝わらないですよね、吸収されちゃうっていうことで。なるほどなと思いました。はい、これはもうちょっとちゃんと時間あるときにリベンジしていきたいと思いまして、今日はねこっちのヒュージペンシルをちょっとね名元さんに触発されて買ってみました。音がすごいですね、これ音がすごくて、オーロラピンクですね。これをやっていきたいと思います。さあどれだけ飛ぶか、メガドッキーより飛ばないか飛ぶか。ちょっと今控えめに投げましたけど、どっちだろうな、メガドッキーよりちょっと飛ばないかもしれないですかね。まだ1投目だから分かんないですけど、音がすごいです。ここにいてもカラコンカラコンって聞こえます。すごい、めっちゃすごい音がすごい。中で飴玉が回ってるような音がしてますね。すごいな。スケーティングの幅はちょっとまだ慣れてないからですけど、メガドックでもでもこのぐらいはスケートするかなって感じですね。ただこの音が楽しみ、音が一番楽しみ、どう影響するかっていう。ウォーカーですか、ちょっとウォーカー使ってみますね。これサウンドですか、これサイレントですか。今度は今ウォーカー投げたんで、メガウォーカー、あ、ヒュージペンシルのウォーカー、次、あ、違う、スケーター投げまして、で、ちょっと今、ウォーカーをお借りしまして、で、これからちょっと高切れすると。高切れしても黄色いから、見つけやすい。あ、こっちのが飛ぶかも。こっちのが飛びますね、確率。ちょっと重さも違うんですよね。こっちのはちょっと重いんですけど、やべ、こっちの方が好みかもしれないな。ただ水のこの抵抗、竿にかかる抵抗はこっちの方がすごいありますね。手首にかかる重さ、角度がこっちの方がちょっとあのこうじゃなくて少しこういう風に入るんで、当然その胸元に水がかかる圧が重いから、あ、こっちの方が好きかな。こっちの方がいいっすね、飛びもいいですし。ちょっと僕ラトルが好きだから、ラトルが入ってたらあれですけど。ああ、こっちの方がやりやすいかな。え、4種類ある。合計4種類です。はい、ウォーカーの方がいいって言われてたんですけど、なぜかなんかスライド買っちゃったんですよね。あ、スライドっていうか、お、スケーター。ちょっとでもスケーターまだ1投目だから、こっちの方がやりやすいですね。皆さんアクションとか飛ばしとか、飛ばしと、ありがとうございます。いいっすね。サイズもね一緒かな、パッド感が違いますけどね。だいぶウォーカーの方が、太ってますね。で、次は
もちろんこいつですね。ヘッドディップ。ヘッドディップやっていきます。すぐそこ。やっぱ潜るな。全然ルアーが消えちゃいますね。全然ルアーによって特色が違うから。ああ、今左1メートルでベイトが散りましたね。この子も別にラトルが入ってるわけじゃないんで、チャラチャラは言わないですね。ぶつかったバブルで泡で寄せる感じ、動きと泡で潮目まで多分届くと思うんで、この子なら狙っていきます。ギリギリ届いた。ギリギリ潮目より2メーター奥に届きました。いいんじゃないでしょうか。立てなきゃ潜っちゃう。さあ誰も届いてないはず。ここには出ろ、出てくれ。出てくれ。ボフッと確実に口にスポット入ってくれ。メガドックから逃げたわけじゃないんですよ。メガドックも全然いいんですけど、ちょっとあのこの誰も今日は届いてないであろう距離まで届かしたい感じがするんで、やべやべ、ちょっと回収作業に入りつつ巻いていかないと。 HE1 に釣られる。そして左手ちょっと限界になってきてる。でも出る可能性はここである。もうちょっと潮位が下がってきてからの方がいいのかもしれないですね。あと1頭ですかね。あと1頭やらせてもらって終わりかな。はい、1頭だけフルキャストしていきます。ちょうど本当に潮目の2メーター奥ですね。タトゥーラのハイギアが欲しい。ハイギアっていうかタトゥーラのハイギア感が欲しいですね。ちょっとね、浦安側のが少ないぐらいですね。今日は僕の目の前あたりのあのこの間高橋さんが撮影したっぽいんですけど、ブルーブルーのあのエリアはやっぱり混んでますけど、その両サイド見ても全然三宅川河口とか、あとこっちの河口の方とかね、ほとんどいらっしゃらないですね。珍しい。珍しいというか最近浦安側その傾向が強いですね。はい、ということであともう2頭ぐらいはできると思うんですけど、今日はここで終わりたいかなと思います。では今日は、今日はマーさんに場所をちょっとねやらせてもらいました。どうもありがとうございました強制参加しておいたいはい、ということで、まだ明日もね、ちょっと今日本当に早起きしようと思ったんで11時でたんですけど、バッチリ7時20分まで寝ちゃったんで、またちょっとね気合い入れ直して、頑張っていきたいと思います。はい、では今日はねすごい曇ってて、これから下げの流れが効いてきたら絶対多分こんだけ何人か投げてれば出るんじゃないかっていう状況だと思います。はい、では、もうちょっとやったらバイト行きます。
じゃあ失礼します。